ロバート・ポール・ラスムスンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス軍パサデナ出身の、元プロ野球選手。左投げ右打ち。2007年の MLB ドラフトで、ロサンゼルス・ドジャースから27巡目指名されたが、カリフォルニア大学ロサンゼルス校へ進学した。進学後は3年間で46試合に登板し、15勝7敗、1セーブ。 防御率3.98だった。2010年の MLB ドラフト2巡目で、フロリダ・マーリンズから指名され契約。A 級グリーンズボロ・グラス・ホッパーズで5試合に登板し、防御率1.35だった。2011年は、A 級ジュピター・ハンマー・ヘッツで28試合に、登板し、12勝10敗、防御率3.64だった。 2012年は A 級ジュピターで開幕を迎え、16試合に登板し、4勝7敗、防御率3.90だった。2012年7月4日に、カルロス・リートのトレードで、マット・ドミングスと共にヒューストン・アストロズへ移籍した。移籍後は、参加の A 級コーパス・クリスティフックスで11試合に登板し、4勝4敗、防御率4.80だった。 2012年12月19日に、ジョン・イーライトのトレードで、ロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。2013年は、参加の AA 級チャタヌーがルックアウツとトリプル A 級、アルバカーキアイソトープスでプレートリプル A 級アルバカーキでは12試合に登板し、0勝7敗、防御率6.46だった。2013年9月1日にマイケル・ヤングとのトレードで、 フィラデルフィア・フィリーズへ移籍。オフの11月20日に、フィリーズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。しかし、12月3日に、ブラッド・リン・カーンとのトレードで、エリック・クラッツと共に、トロント・ブルージェイズへ移籍した。2014年3月10日に、トリプル A 級、バッファロー・バイソンズへ移動し、そのまま開幕を迎えた。開幕後は、トリプル A 級バッファローで、 リリーフとして13試合に登板し、5月20日にメジャーへ昇格。同日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビュー。7回1試から登板し、デビッド・オルティーズを1塁ごろに抑え、打者1人で降板した。2015年、ブルージーズでは1試合に投げただけだった。2015年7月31日にマークロウとのトレードでニック・ウェルズ、 ジェイコブ・ブレンツと共にシアトル・マリナーズへ移籍した。マリナーズでは大幅に出番が増えて19試合に登板したが、防御率10.67と打ち込まれた。しかし、メジャー初勝利含む2勝を挙げ、脱参審率10.0をマークするなど、プラス要素もあった。ブルージーズとの合算では20試合の登板で、防御率9.982勝1敗、ホイップ2.22、 脱産心率10.0という成績を残した。2015年12月23日、ウェーバー工事を経て、ロサンゼルス・エンゼルスに移籍した。2016年のスプリングトレーニングに参加したが、3月15日に現役引退を発表した。引退後は経営学習士を取得したいとしている。ありがとうございます。